円国力低下でどっぽ安、対ルーブルでも下落、しかも侵攻前の水準にですからね。外国為替市場で円安が進み、ウクライナ侵攻に伴う制裁で暴落したロシアのルーブルに対してすら値を下げている。米欧が新型コロナウイルス化の出口に向け肥大した金融緩和の引き締めに転じたのとは裏腹に、低温経済の下で緩和を続ける日本の国力低下を物語っている。ルーブルはロシア中央銀行の資産を凍結するなどした米欧日の制裁を受け、外国為替市場で急落し、3月上旬に1ドル80銭程度と侵攻前の2月中旬に比べて半分まで価格を下げた。ただその後はルーブルを買って円を売る動きが強まり、4月1日時点で1年50銭近くと侵攻前の水準を回復した。つまりルーブルは大円で下がったんですね。でその後戻って、はい、3月24日の侵攻よりも前の水準に戻っちゃった。ですから侵攻前と比べてルーブル高なんですよ。そんな通貨世界中見渡したって円しかないですからね。世界で一番弱いのが円、2番目に弱いのがルーブルです。やばくないっすかこれ。日本人もっと怒んなきゃダメですよ。対ルーブルで円安ですよ。やばくないっすか。いやほんと私血管切れましたよこれ聞いて。いやさすがに対ルーブルではまだね円高だろうと思ったらとんでもない。もう岸田政権も直ちに辞めさせなきゃダメですよ。これで支持率高いとか日本人マジバカじゃねえのって話ですよ。そんな民主主義だったら辞めた方がいいですよ。日本人バカすぎるっしょ。やばくない。もう金銭感覚ないでしょ。もうあらゆる感覚麻痺してるよね。株で100兆だからね。日本人の全財産が1割2割減ってんですよ。もう数百兆円溶かしてるんですよ。マカオでね100兆円溶かした社長はいましたけど、これ総理大臣で数百兆溶かすとかありえないから。ほぼ非難されてないでしょ。新聞もテレビも何も言わないでしょ。やばいでしょこれ。なんで経団連黙ってんだよ。ほんとやばいよね。民主主義って国民が賢いことを前提としてるんですよ。だから国民の考えをしっかりと吸い上げる、これが民主主義ですよ。もし国民がアホだったら民意を問えば問うほどアホの政治が行われるんですからね。民主主義は国民が賢いことが前提なんです。もうほんと日本の未来どうなっちゃうのかね。やばいよ、ほんとやばいよ。日本人目覚まさないと。対ルーブルで円安ってほんとやばいからね。だってルーブル一時半分になったんですよ、対円で。戻して上行ってんですよ。ありえないよこれ。もうバカじゃねえのかって話よね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。